丸の内の大家の印象が強い三菱地所。しかし実際に数字が伸びているのは、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三菱地所株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、不動産会社の中でも競合の住友不動産だけが特殊というふうに分析しています。はい、というのはですね、競合の住友不動産は基本保有なんですよね。だからビルを開発しましたと、オフィスビルを開発しましたと、基本ずっと持ち続けるということですね。それが住友不動産ということです。はい、対して三菱地所など多くの不動産会社っていうのは基本保有と売却ということで、その割合っていうのは会社によって相当ばらつきがありますけど、基本的には持ち続けるのと売るのとっていうのを両方やるというのが大抵の不動産会社ということですね。住友不動産も売るのは売るんですけど、でも基本オフィスビルに関しては持ち続けるというかなり特殊な特徴というのを持っているということですね。はい、なので、三菱地所の収益構造っていうのは、いわゆる回転型と呼ばれているものですね。はい、すなわち一番右上の開発ですよね。まず不動産の土地を仕入れて開発しますということですよね。で、実際その開発したビルっていうのを運用しますということですよね。それで賃貸収入っていうのが得ることができている状態で、投資組合とかもしくはリート法人とかに売りますということですよね。で、売ったら資金が入ってくる。売却によって得ることができた資金が出てくるんで、その資金を再投資して、でまた土地を仕入れてですね、開発してというのを、ぐる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 回すということですよね。これは回転型というふうに呼ばれてますけど、三菱地所も回転型ということです。はい、だからですね、三菱地所の決算っていうのは、売却益次第でまず変動しますということですよね。はい、そして床面積っていうのは直近5年間は横ばいということです。20年とかで長い目で見るとですね、1.9 倍とか、ですね、床面積広がってるんですけど、2018年から23年みたいな5年という形で見ると、はっきり言ったら床面積はそんなに広がってないということです。はい、やっぱりですね、住友不動産は特殊っていう感じですよね。3ヶ月単位とか1年単位の決算っていうのでですね、ある意味こう株式市場からいい意味で超越してないと、住友不動産みたいにですね、ずっと持ち続けるというのはなかなか難しいということです。はい、やっぱり売って売却益っていうのが乗った方が、利益っていうのが1年単位では大きく数字が上振れする可能性があるんですよね。持ち続けるってことになると、いわゆるこう数字の上振れっていうのがあんまりないわけですよ。着実にこう積み上がっていくだけっていう感じになるので、持ち続けるっていうのは、株式市場の影響を受けると、かなり難しいんですよね。やっぱりこう3ヶ月単位とかもしくは1年単位で数字を上振れさせようと思ったら、売却益を得て、そしてその資金っていうのを再投資に回した方が1年単位の数字っていうのは上振れしやすいということです。しかし住友不動産だけはもうはっきり言った株式市場からちょっと超越しているところがあるんで、もう終始一貫持ち続けるっていう方針を貫いて、結果的には床面積が広がり続けることで利益っていうのを複利で伸ばしているということです。今回の三菱地所は、はっきり言ったら不動産会社としては、ある意味普通ということですね。はい、なので、ビル賃貸に関してはですね、住友の利益率っていうのは 39.2% ということで、収益の約4割ぐらいっていうのは利益で残ってますということですね。対して、今回の三菱地所に関しては利益率 24.5 ということで、普通のですね、上場企業の中では相当いいですけれども、競合の住友不動産と比べるならば、ビル賃貸事業の利益率っていうのは 14.7% 低いということですね。はい、しかもですね、住友不動産が持っている不動産の中心っていうのは港区と新宿区で2つ合わせて約5割と
ということですね。対して今回やってる三菱地所の場合は、まあ、千代田区が中心ということです。だからまあ皇居とかですね、日本武道館とかですね、もしくはまあ三菱地所の一番 本命中の本命である丸の内ですよね、まあ、要するにビジネス街ということですよね、まあ、日本の大企業のですね、まあ、本社ビルが並んでいる、まあ、丸の内とかっていう、まあ、千代田区が中心ということです。はい。でまあ、人口動態からすると、まあ、千代田区っていうのは減ってはないんですけれども、まあ、しかしそんなに人口がどんどん増えている地域でもないということですよね。まあ、やっぱり圧倒的に地代がもうすでに高いということがあるので、まあ、千代田区にどん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 人がこうですね、まあ、増えていってるっていう感じではないということです。はい。まあ、住友不動産の中心である、まあ、新宿っていうのは、まあ、東京の中でもまあ一番に近いぐらいですね、人口が増えているということですよね。港区もまあ増えているということから考えて、三菱地所が一番強いですね。まあ、千代田区っていうのは、まあ、減ってはないけど、そんなに増えてもないという地域ということです。はい。よってですね、まあ、三菱地所は、まあ、2030年目標で動いてるっていうこともあるということですよね。まあ、結局、2021年から2030年の10年目標っていうのを立てて、その10年目標に対して3年目4年目みたいな感じで動いているということです。はい。で、まあ、2030年に、まあ、どういう数字を達成しようとしているかっていうことなんですけど、一つは ROE ですね。リターンオンイクイティ、自己資本利益率ということで、まあ、三菱地所が持っている自己資本、純資産を上手に使って、当期純利益を稼ぐという、まあ、資金の効率性ですよね。お金の使い方の上手さですね。まあ、投資家にとってはですね、その企業を通じて得ることができる、まあ、最大利回りみたいな数字ですけど、こちらの目標を 10% というふうに設定しているということですね。あと EPS ですね、アーニングパーシェアということで、1株あたりの当期純利益ですね、はい、こちらの方200円という目標を設定しているということです。で、この数字を達成するための10年目標であり、現在は10年目標の3年目、4年目みたいな感じで経営をやっているということですね。はい。なので、まあ、三菱地所の国内事業っていうのはですね、まあ、東京統治完成に2028年までは、まあ、大きな持続的な成長っていうのは見込めないということです。一番大きな、まあ、最大プロジェクトっていうのが東京統治なわけですけど、こちらの方が全部完成するのが2028年ということなので、まあ、ここからは数字が大きく変わる可能性あるんですけど、まあ、逆の言い方をすると、それ以前っていうのはそんなに大きな数字の成長っていうのはちょっと見込めないということですね。はい。なおですね、まあ、丸の内の大家として国内ビル賃貸業の印象が強い、まあ、三菱地所ということで、はい、しかし実際に数字が伸びてるのはですね、まあ、むしろ海外ということで、これ利益率の数字ですけれども、はい、利益率がですね、まあ、海外事業は2014年3月期っていうのが 31.8% でしたということですね。で、直近昨年2023年3月期に関しては利益率が 50.6 ということで、まあ、収益の約半分はですね、まあ、利益として残ってるっていう、まあ、すごい数字が出てるということです。はい。で、正直ですね、まあ、為替、まあ、ドル高の影響が最大理由とはいえということで、まあ、結局ですね、子会社っていうのを持っていると会社単位でまず決算っていうのをやるんですよね。だから例えば日本なら日本の会社で決算をやりますと。で、イギリスの会社はイギリスの会社で決算をしますと。アメリカの会社はアメリカの会社で決算をしますということですよね。で、それ三菱地所が親会社っていう形で連結するわけですけど、連結するとイギリスだったら、まあ、例えばポンドですよね。で、アメリカだったらドルですけれども、そのまあポンドで決算をしているものを円にして、で、連結するわけです。で、ドルで決算をしたものを円にして、まあ結局連結するわけですよね。で、そうすると、各国でバラバラで決算を組んだものが円で連結されると、自動的にですね、まあ円の数字が上がるんですよね。まあドル高の分っていうのが。まあそれが例えば貸借対照表の中では、まあ例えば含み益、為替による含み益とかですよね。損益計算書だったらですね、包括利益っていう形でこう出てくるということになります。なります。はい。なので為替でドル高っていうことになると、海外に子会社とか資産をたくさん持ってる企業であるとですね、為替の分ですね、まあ、貸借対照表の数字も良くなるし、損益計算書の数字っていうのも良くなるんですよね。で、この影響っていうのがはっきり言って一番大きい、ということなんですけれども、まあ、それだけでなくて、まあ、1970年代から約50年間海外をやってるっていう、まあ、この経験値も大きいということですよね。だからまあ昨日今日ですね、まあ、
まあ、やり始めた事業じゃないということです。1970年代からもう50年やってるということですよね。まあ、途中バブル期でですね、まあ、ロックフェラーセンターを買収というような、まあ、そういうですね、まあ、大きなニュースになるようなこともやったということですよね。まあ、ロックフェラーセンターに関しては残念ながら日本のバブル崩壊の後ですね、まあ、ほとんど 大部分っていうのをまあ売ってしまいましたけれども、まあ、結構海外でのですね、まあ、不動産開発っていうのはまあ経験値が豊富っていうのが三菱地所のまあ一つの大きなまあ強みということです。はい、そして、まあ、今後もですね、まあ、海外案件は多数続いていきますということです。はい、なので、まあ、2028年以前というのは、まあ、国内よりもむしろ海外の方が利益成長する可能性があるということです。はい、よってですね、まあ、三菱地所をまあ一旦まとめていくと、まあ、弱みとしてはですね、売却ということで、まあ、これはですね、普通の不動産会社っていうのは基本的に売るんですよね。まあ、その割合っていうのが5対5なのかですね、もしくはもう売却9なのかっていうのは会社によってだいぶ差がありますけど、基本まあ売りますということで、まあ、三菱地所を売るということです。だからまあ普通といえば普通なんですけど、まあ、住友不動産が競合っていうことで考えると今回は弱みというふうに分類しています、はい、やっぱり売却に頼るということになると、まあ、短期決算っていうのは売却益次第で大きく変動するということですよね。例えば昨年の同時期は大きな売却益がありましたと、今期に関しては昨年のような大きな売却益がありませんでしたみたいな感じで、結構決算がまあ売却益次第で変動しますということですね、はい、で強みに関しては海外は1970年代から50年やってるというこの経験値っていうのが強いということです、はい、で機会チャンスとしてはドル高傾向ということなので、まあ、円建てであれば、まあ、貸借対照表のですね含み益、そして損益計算書の包括利益ということで、まあ、高決算の数字になるということです、はい、そうするとですね、まあ、28年の東京統治以降で、まあ、利益成長して、まあ、もし30年の目標を達成したら割安ということですね、はい、まあ、30年で ROE と EPS ですよね、1株当たり純利益という数字の目標というのを立ててて、まあ、それに対して経営陣っていうのはじゃあどうやったら達成するかっていうことでいろんなプロジェクトっていうのをまあ走らせているということなんですけど、まあ、そのプロジェクトがうまくいってですね、まあ、30年目標というのを達成したら、まあ、現在の株価っていうのはもう明らかに割安ということです、はい、ただですね、まあ、もし長期目標を達成したら割安というのであれば、まあ、はっきり言ってどんな企業も全て割安ということですよね、まあ、何らかその企業っていうのがですね、まあ、目標を設定してますと、でその目標を達成したら割安と言うんだったら、まあ、はっきり言ってどんな企業だって割安ということになるということですよね、はい、なので、まあ、今回は直近5年ということで、まあですね、2028年以前っていうのをちょっと考えてます、はい、そして、まあ、過去の実績を中心に保守的に企業価値を出すというのを今回はやってるということです、はい、であればですね、まあ、三菱地所利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど、はい、2.6 兆円になるということですね、はい、ではですね、株式市場の評価である三菱地所の時価総額はいくらで評価されているかっていうことですが、はい、2.4 兆円で評価されてますということですね、はい、すなわち企業価値 2.6 兆円に対して時価総額は 2.4 兆円の評価なので、まあ、ズレとしては 7.9% ということです、はい、で現実ですね、まあ、株価のプラス 10% マイナス 10% プラスマイナス 10% っていうのはこれはちょっとした変化で簡単に変動するということですよね。何か一つニュースがあっただけでも全然これぐらいは動くということです、はい、なので、まあ、プラスマイナス 10% っていうのは、まあ、許容範囲ということですね。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、三菱地所今後の株価はですね、1954円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回は三菱地所株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのが今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、
株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、今来ている大波、EV 電気自動車に関連して、EV 戦争の覇者、新動画版という、価値の高い動画講義をですね、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI、チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先。資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう